どうやら自分はやたら耳がいいらしい。コウモリの鳴き声なんか普通に聞こえてたんだけど、そんな耳なくしちゃった話。仕事帰り、深夜の峠をレンタカーで走っていた。除雪はされているが、寝雪で辺り一面真っ白。天気は荒れ模様で、断続的に降っている雪が時折すごい勢いで吹きつけてくることもあった。対向車もほとんどなく、その時は前にも後ろにも車は見えなかった。車に乗ってる間中、ずっと FM かけてたんだが、山ん中なもんで時々電波が弱くなったりして、雑音にパーソナリティの声が途切れがちだった。で、そのラジオの電波が悪くなる合間になんだか違和感を感じた。聞いているラジオ局のものではない音が混じっている気がする。初めは混線しているのだと思ってたんだが、どうもおかしい。他局の放送が紛れているのなら声や別の音楽の断片も聞こえていいはずなのに、いつまで経っても同じ調子の音しか聞こえてこない。15秒くらいのワンフレーズを延々繰り返しているようだ。なんだかイラッときてラジオのスイッチを切った。途端にワイパーとタイヤがガタガタいう音が大きくなり、それに混じって少しはっきりとそのメロディーが。ラジオの音じゃないのか。知らない曲。サビの部分だけ？携帯の着メロ？ってのが真っ先に頭に浮かんだけど、和音なんか使ってないやけに薄っぺらい電子音だった。雪がちょうど小降りになった時、ちょい先の道脇に車が止められるくらいのスペースを見つけた。チェーンの着脱場かもしれない。そこに車を止めるとハザードを出してエンジンを切った。車内に何か落ちているに違いない。自分が借りる直前に使った人のだろう。レンタ会社の人が見逃したんだ。ちゃんと掃除しろよなとか思いながら、助手席のシートの下やダッシュボードの中、ドアポケットを探した。目覚まし時計のアラームと同じで単調な電子音って結構耳について気になるんだ。できれば見つけ出して止めたかった。運転席側も確かめた。フロアマットをめくってみたが、そこにも何も見つからない。後部座席の方を覗いてみたけど、見渡す限り何もなかったし、それに後ろの方に身を乗り出したら音が少し遠くなった。やっぱり前の方か。今度は聞き耳、自分は左を近づけてダッシュボードの方からじゅんぐりチェックと、シートではなくカーステレオ付近に向かって音が大きくなる。すぐ下の灰皿の中も確認。シガーソケットも抜いてみたが異常なし。何度か繰り返してみたが、やっぱりカーステレオの付近から聞こえる。電源切ったのに何なんだ。しばし考えてふと思いついた。カーステレオのすぐ上、エアコンの吹き出し口に耳をつけてみた。自分、エアコンの乾いた空気が直接当たるのが嫌いで、車に乗るときはいつも羽を目いっぱい下向きに下げとくんだが、その羽越しが一番今までで大きく聞こえた。ここだ。なんだ。前のやつがダッシュボードの上にブツを置いて運転、振動でフロントガラス側のエアコン吹き出し口に落ちたんだ。不注意なやつ。でもフロント側のエアコンの吹き出し口そんな大きかったっけ？細いキーホルダーかなんかだろう。車の傍らで談笑中、保険屋がボールペンのキャップだかクリップだかをうっかり吸気口に落としてくれて、後でエンジンをかけたらブロワーのファンがボロボロになってしまったとぼやいていた友人を思い出した。故障を自分のせいにされたらかなわん。吹き出し口はフィルターがあるから大丈夫だったっけ。
とにかく車返却するまで持ってくれよ。取り出すのは諦めて急いで帰ろうとキーを差し込んだ時、それまで鳴り続いていた音がビタッと止んだ。車内は乾いた雪が降り積もるサーって音とハザードのカッチッカッチッっていう音だけ。音源探してたのはほんの10分もかかってないはずなのに、フロントガラスは雪で真っ白に覆われて車内は薄暗く、そこにハザードランプの黄色い点滅が反射して不気味に思えた。急に空恐ろしくなった。最初からかなり小さい音だったし、電池切れかけてたんだ。そうに違いない。音が止んでくれたじゃないか、そう望んでたんだろと自分を無理やり納得させてエンジンをかけた。ブワッといきなりひどく冷たい空気が頭に吹きつけ、その冷たさに顔をしかめた。さっきまで送風はフロントガラスと足元側にしかしてなかったはず。変だなぁと吹き出し口を見た。吹き出し口の羽の付け根にある隙間から何か白いものが動いたように見えた。いつの間にかあのメロディーがしていた。が、今度は一回でブツッと消えた。そしてエアコンの音じゃない。ボソ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 とくぐもった音がし始めた。人のつぶやきに聞こえる。誰かが電話で話している。話の内容までは聞き取れない。低い声だが何かをまくし立てているようだ。自分の体は固まったように動かない。見てちゃいけない。そこを見てちゃいけない。自分ではそう思っているのに、なぜか瞬きもできず目が離せない。吹き出し口の黒い羽がゆっくり動いている。閉じた羽が開かれ、向こう側から羽の間には黄緑に変色した爪が覗いた。開ききった羽は今度は上に向き始めた。青みがかった白い指先が自分の顔を刺すような角度に持ち上がり、前回の吹き出し口は真っ黒く奥底まで見えそうだ。やばいやばい。理由もなく本能が危険信号を出すってあるんだな。自分が本当にガタガタ震え始めるのが分かった。突然耳元に生臭い息がかかった。聞いてたんだろう。しゃがれた男とも女ともつかぬ声。途端に吹き出し口の中、真っ黒の中に閉じたまぶたが開いたように黄色く濁った目がギョロッと向いた。憎悪に満ちたその目と目が合った時、もう訳も分からず自分も狂ったように叫び声を上げて発射させた目の前は真っ白。ボンネットに積もった雪がフロントガラスに巻き上がったんだと思う。それがなくとも周りなんか見ている余裕はなかった。目をつぶっていたのかもしれない。よく人や車にぶつからなかったものだ。左耳いっぱいにギーという大音量。音の圧力で鼓膜が痛いほど押されている。それがどんどんひどくなって、ついに太い針を耳から突き入れられるような痛みを感じて、目の前が真っ黄色になった。あとは覚えてない。気がついたら病院だった。車は道路脇にあった雪の吹きだまりに突っ込んで止まったらしい。運がいいことに突っ込んだ吹きだまりもふかふかの新雪だった。そしてその吹きだまりに突っ込まなかったら崖にダイブするところだったと後から人に聞いた。自分は車外に放り出されていたのか、無意識に自分で車の外に出たのか、車の外に倒れていた。あの悪天候でよく投資しなかったものだ。事故のすぐ後に来た除雪車の運転手が車と自分とを見つけてくれたのだそうだ。だから体はちょっとした打撲程度で済んだが、
左の鼓膜が破れていたそうだ。それだけで済んでよかったのだろう。いろんな人に運が良かった、運が良かったって言われた。医者が言うには吹き溜まりに突っ込んだ衝撃で破れたんだろうと言うんだが、不思議なことに首から上には打撲はない。でも衝突の前に鼓膜が破れてたなんて話を人にするつもりはない。頭を打ったで片付けられそうだし、職は失いたくない。病院には親やら職場の上司やらが来て大変だったが、打撲だけなもんで病院からはすぐに退院させられた。鼓膜は破けたと言っても完全に取れちゃったわけじゃないので、放っておけば塞がってくれるものらしい。塞がらなかったら再生手術しなければならないが、幸い半年前の定期検診ではほとんど鼓膜はくっついていた。聴力検査をしても一般平均に比べてもいい方だと言われた。でも自分ではまるで左耳を塞がれているみたいな感覚が続いていて、左側から話しかけられるとなんだか聞き取りづらい。まあ聞き取りづらいってだけで余計なものが聞こえないっていうのはかえって都合がいいのかもしれない。本当に変なものはもう何にも聞こえないんだ。職場にも復帰して今は以前の生活にほとんど戻った。入院費は保険で賄えた。レンタカー会社からの損害賠償は覚悟していた。それが待っていても何の音沙汰もない。車は壊れてなかったのだろうか。壊れていないとしたらあの車はまたレンタルされてるのかな。まあレンタカー会社だって保険に入ってるだろうし、余計なことは言わない方がかえってよかったりするから黙っていることにする。ただ最近ちょっと気になったことがあった。新しい派遣の子に書類のコピーを頼みに行ったとき、その子は妙な顔をしてキョロキョロしてる。そして自分の方を見て、〇〇さん、自分のことの携帯鳴ってません？え？おかしいな、今音が近づいてきたからてっきり携帯かと思って。いい曲ですよね。そんなことがあるわけがない。冷や汗がどっと出てきて、内耳から下の付け根にかけてキーンって痛くなった。俺耳悪いんだ、何も聞こえないよ。どんな曲？ほら、あの昔の映画の。彼女はハミングしてみせたが、それはあのメロディーとは似ても似つかなかった。動揺したのも安堵したのも気づかれたくなくて、なんとか早々にその場を離れた。ほっとしたのもつかの間、懇親会の二次会でカラオケに行った。彼女は腸がつくほどの音痴だった。その後は彼女にできるだけ近づかないよう気をつけている。またあれ、携帯鳴ってません？ほらあの曲、なんて言われようものなら、耳が痛いなんて相手にうずくまれたら、その場でパニックを起こしそうなのでものすごく怖い。